えっと、今回は、ま、実施ゼミ成果発表 bot2 第一章ということで、ま、愛好会で開催している bot2 セミナーの、ま、成果発表ということで発表させていただきます。木大 M1 の田辺正人と言います。で、今回お話しすることは、ま、セミナーで勉強した数学の紹介と、まあ、あとゼミをやっていての、ま、本に対する感想なんかと、まあ、これからの楽しみ。あと最後に、ま、bot2 のセミナーは結構進行してしまっていて、あの、途中から参加することは、 難しいんですが、まあおすすめ本、関連するおすすめ本を紹介して、まあ今後なんかセミナーが発足したりするのを、まあちょっと待ち望んでいようと思います。で今回の発表の目的なんですがで、まあ僕がそのセミナーをしていた、まあセミナーをしている本の、まあ本を見返すきっかけとして、えっ、ー、とやろうと思いました。で、あと聴講の人が、まあ機械に興味を持ってくれるきっかけ、あるいは機械に興味を持っている人が、 ちょっとボットというの内容興味あるなと思っていただけたらいいなと思って発表したいと思います。ただ前提知識としては、まあ、微積と線形で、まあ、微積と線形、まあ、数学科のやつをやっている B2 だったり、まあ、これから大数期か解析の専門的なことを勉強する B3 の方向けにお話ししたいと思います。途中計算はしていくんですが、まあ、雰囲気とかモチベを中心に話して、まあ、悪く言えばいい加減に話していくので、あの、まあ、この発表でこう、厳密なことが大体わかるということではなくて、 まあこういう数学があるということを伝えられればと思います。で今日お話しすることはこんな感じです。最初に BOT2 に関する説明をして、えー、と途中の,そのコホモロジーとか微分形式とかドラムコホモロジーのイントロダクションがメインになります。まあ、この辺で BOT2 の数学というよりは BOT2 でやられる数学のまあセクション0みたいな話をしていこうと思います。で、えー、最後に押しどころとして、その 深いセクションに入っていたところでの、まあ、押しポイントをお話しして、感想と、まあ、おすすめもの,の紹介をしていこうと思いますえ。それでは発表に入っていきます。え、まず、ボトテーとは何かというと、まあ、この黄色い数学書のことで、えー、っと、もともと英語版で、あの、スプリンガーの方から、えー、っと出ている、まあ、ディファレンシャルフォームスインアルジブライクトポロジーという本です。で、ゼミで使っているのは役所の方で、まあ、ミムラマウモル先生が、 え、された、ま、微分形式と代数トポロジーを読んでいます。で、本の内容としては、ま、機械学の専門書で、主に微分トポロジーとか代数トポロジーっていう、ま、微積分とか代数を使って、ま、機械学をするというのも専門書になっています。で、内容としては、ま、ドラームコホモロジーを中心に、ま、コホモロジー理論っていう機械学の一時法を概観していくというものです。この後紹介はしていくので、あのー、今は名前だけでいいんですが、 あの、この本のスタンスとしてはですね、あの、議論の根幹はとにかく微積分にあるというところです。あの、本当に現代的な機械学の話をしていくんですけど、その中でも特に大事なのはもう微積分で機械を調べていくんだっていう、そういうスタンスですね。で、かつその、準備の章とかがなくて、あの、必要な知識は適宜補っていけばよいということで、あの、途中でなんか代数的な技術だったりとか、あの、そういうものをどんどん導入してこう結構軽快に進んでいくストーリーになっています。 ま、なので、あの、今回の発表の時は、あの、どういう発表にしようか迷ったんですが、あの、本で本当にいろんな概念が導入されていくので、本の全体を見るというのは結構難しいので、ま、特に、あの、ま、どういうものがこの本のメインになっているかっていう話ができればと思います。それでは、えっと、イントロダクションというコホモロジーということで、えっと、コホモロジーっていう、ま、空間を見るための一小についてお話をしていきたいと思います。 でですね、えっ、ー、と、まあ、その話のためには、まずは、あの、機械学っていうのがどういうものかっていうのをお話しすることから始めようと思うんですが、まあ、結構主観たっぷりで話していくことになるとは思うんですが、えっ、ー、と、まあ、ちょっと主観と違うところがあるときは、ちょっと、えっ、ー、と、こう、目をつぶってください。機械の営みっていうのは、まあ、どういうところが発端になってるかっていうのを、こう考えてみると、まあ、なんかこう、図形、まあ、空間ってこれから言いますが、こう点の集まりがあると。例えば、こう、点がワンスが集まって、 なんか三角形を作ってたり、こう、球面を作ってたり、なんか紐みたいなのを作ってたりするわけですね。で、こういうなんか点が集まって一つの形を成してるっていうのを、こう、人間が見て、それがどう集まってるのか、で、どういうところに特徴があるかっていうのを、まあ、調べていく。まあ、それが機械学というものですね。まあ、だったんですけど、えー、っと、現代の機械学っていうのはどういうふうになってるかというと、あの、大きなジャンプがあります。それはどういうものかっていうと、まあ、この、 えっと、爽快の最初の方でも少し紹介があったと思うんですが、あの、点でないものの集まりっていうのも空間だと思ってやろうと。例えばこう直線を集めて射影空間を作るっていう話もありましたし、あるいはなんか関数ですね。関数を全て集めてそれを空間だと思いますよっていうこともありますし、さ、ま、ら、あ、にはあの行列を全部集めて、行列の集まりを空間だと思うみたいな、まあ、そういう大胆な発想もどんどんされてきたわけです。そういうふうにして、こう、 あの、何かが集まっていればそれを空間だと思って、なんか形があると思って、こう研究しようというのが、最近の機械学の、あの、流れだというふうに思っています。なので、あの、空間の形は全く見えないわけですね。あの最初は全然見えない空間をどうにかこう見るっていうことをしたい。なったときに、あの、その空間っていうのは全然見えないので、どうするかって言ったら、まあ、数学者が考えるのは、 その空間をそのまま見ることは難しいから、何か解像度を落としてやったり、あるいは何か見方を変えてやったりして、こう自分らの目に映るようにしてやろうということですね。で、それはその何か嘘の絵を描くとか、まあそういうこともありますけど、あの、もっとこうシステマチックにというか厳密に何か情報量を落として、まあこの図にありますが、空間をそのまま見るんではなくて、こう何か普遍量というものを空間から取り出すと。例えば何か、えっ、ー、と、身近な例で言うと、 こうオイラー数とか、あるいは連結成分の個数とか、そういうものですね。そういうあの簡単なものにしてやって、我々の目に映ったところで、それをこう狙い撃ちしてこう見てやろうと、まあ。そういうことを考えるわけです。で、そういうこの空間からどういう不変量を取り出しますかっていう営みがあのよくされていて、あのできるだけこう情報量を落とさないようにしてあの映してくるということを、まあ、するわけですね。 ま、情報量たくさん落ちるかもしれませんが。で、その、えっと、空間から不変量を作るっていうところの一つが、ま、コホモロジー理論と呼ばれているものになります。で、あの、今後紹介していくことになるんですが、このコホモロジー理論っていう、その空間の解像度を落とした結果、不変量っていうのは何かというと、あの、ベクトル空間の列になります。だから、最初なんかこう、機械的なものがあるんだけれども、そこから、こう、ベクトル空間の列っていうのを、すごいこう、大数的なデータを取り出してきて、 その列を見て、こう空間がどうなってるかっていうのを見るということですね。まあ、それの一つが、まあ、コホモロジー理論というものです。で、このコホモロジー理論にも、まあ、いろいろあって、要はその、どういうふうなところに注目して、ベクトル空間を出力させるかっていうことも、まあ、いろいろ理論がありまして、まあ、例えば、得意コホモロジーとか、単体的コホモロジーとか、母体的コホモロジーとか、まあ、チェックコホモロジーとか、いろいろあるんですけど、 その中でも、空間上で微積分をする。それ微積分の技術を用いるのがドラームコホモロジー論というものになっています。これが、えっ、ー、と、この p o ゥ2で扱われている、あの、コホモロジー論の、まあ、主要部になっています、まあ。そうですね。ドラームコホモロジーを、えっ、ー、と、扱っていくのがこの本になります。だから、見えない空間を微積分で調べようっていうことですね。だと、大体思っていただければと思います。 じゃあ具体的にベクトル空間、まあそのコホモロジー論なのでベクトル空間を出力したいんですけど、どういうふうにしてベクトル空間を作るんですかとか、そのベクトル空間の要素って何なんですかっていう話をしていきます。それこそがこの本のタイトルにもなっている微分形式というものです。